これは悲惨ですね。イテウォン事故。あ、これね、はい、混雑通報を警備に生かせず、はい、韓国首相会見、行政に制度配慮が不足していたということですね。これ日経の記事ですね、はい、韓国のハン・ドクス首相は1日ソウルのイテウォンでの雑踏事故に関し、警備に関する行政の制度や配慮が不足していたとの認識を示した。警察は危険を伝える多数の通報を受けていたが、事故防止に生かせなかった。警察の措置が適切だったかどうかも調べる姿勢を明らかにしたということですね、はい、今回のイテウォンの、はい、まあ、会場というか、はい、あの周辺には、うん、まあ、8万人以上の、はい、まあ、一説によると10万人以上が集まったんじゃないかというふうに言われていますけれども、はい、現地、これ137人の警察官しかいなかったんですね、うん、はい、でさらに機動隊も投入されてなかったと、うん、通常の大型行事なら主催者と事前に参加者の規模や行動を打ち合わせて計画を立てるが、今回は主催者が不在だったためと警察は説明する。若者の間でハロウィンに仮装するならイテウォンで、はい、という認識が共有され、うん、飲食店やクラブもそれぞれがイベントを開いた。結果的に想定外の人が押し寄せたと。で危険のサインがあったと、うん、韓国警察トップのユン・ヒグン警察庁長官は、事故の直前に現場の深刻さを知らせる通報が多数あったということですね、はい、うん、だからもうそれ当日、うん、あの若者が集まるらしいよみたいな、はい、危ないんじゃないですかみたいな通報があって、はい、ただそれは警察はあの対応してなかったということなので、うん、今回の事態につながってしまったんじゃないか、はい、という警察悪いんじゃないか説がありまして、いやそれはまあ確かに一面の事実だとは思うんですよね、うん、なんかそのやっぱ責任の所在をみんな探すじゃないですか。そうですね、あれが悪いんだみたいな、はい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 、だけどこれって多分その単一的なものではなくて、うん、複合的な要因が重なった結果、うん、まあ、今回の大事故につながってしまったんじゃないかなと、はい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 、いうことは考えてしまいますよね。まあでも警察に行くしかないだろうね。そうですね、不満をぶつけるとしたら。いやただ、うん、なんかもう韓国のネットでは、うん、あの声出してた犯人探しをしてるらしいんですよ。あ、というのは、はい、なんかおせえとか言ったやつがいるみたいね、うさぎ耳の男がいたみたい な, なんかよくわからんこと言ってるやつ、はい、なんか報道があって、はい、だそういう男を探して、うん、なんか晒し上げて、うん、こいつが悪いんだみたいな形で、なるほど、ね、うん、スケープゴートにしようとしてるんじゃないかなというのも思いますし、ね、それはそれでちょっと危険な兆候ではあるんですよね。確かに、ね、だって別にそれ一人であれできないですから。そうです、うん、あと、まあ、あんな時代にはどっかの記事に出てたけど、うん、韓国人ってそういうふうに押したりするのがすごく強い傾向があるっていう、あ、まあ、ちょっと電車とか乗るときも、うん、日本人はそんなぶつからないんだけど、うん、割と道路とか狭いところで結構肩軽く当たるぐらいな感じの、うん、あの押したりとか、うん、そういうのは割とあるんですよね、うん、だから、まああいう風になった時もあの早めに自分だけ抜けようっていう力がゴリゴリいくっていう感じの、はいはいはい、パターンはあるっていう風には、まあ、な記事は出てたんだけどね。そうですね、はい、まあ、いろんな、ね、国民性だったりとか国民性いろいろなものが要因としてはあるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、さらにこんな指摘もあるんですね、韓国紙の中央日報は1日事故現場周辺の業者が建築を許される限界線を超えて構造物を設置していた可能性があると指摘した、うん、出た。結果として路地の幅が狭まり、歩行者のボトルネックを生んだという、見方だと。まあ、セウル号と同じパターンじゃない。そう、これ、まあ、いろんなものが本当に出てきてですね、あの狭い路地で坂になってて、はい、あの、ね、高いその上側のところは 5.1メートル、5メートルぐらいの幅があったんですけど、うん、で下に行くにつれてその違法建築物というか、はい、そのホテルのちょっと出っ張りがあるので、はいはいはい、逃げ道がないんだよね。そう、 3.2 メートルしかなくて、はい、どんどんこう狭まって、はい、でどんどんその圧迫されて、うん、亡くなって圧死されてしまったと、ね、いうことになってしまったので、はい、これはまあ起こるべくして、確かにね、うん、じゃあ行政の問題もあったし、うん、まあ、警察もなんかおかしな動きをしてたというか、はい、なんかあの痴漢とかを、うん、に当たってたらしいね。あの人数がもともと少ないんだけど、はい、人数が出るから対応の警察が出てたんだけど、うん、それは痴漢とか暴れたりするために出てて、うんうんうん、あのこういうその人の流通とかに対しての、うん、交通整理ではなかったっていう。そう、交通整理と思っては来てなかった。に、まあ、日本はね、渋谷とか DJ ポリスとか出て、うん、最初から交通整理で出てるんだけど、はい、向こうはもうそういうのが全くなく、うん、まあ、やってたということもあったみたいで。そうですね、うん、でまあ、責任追及という観点でいうと、はい、うん、まあ、これ多分、まあ、万国共通なのかなというのは、うん、やっぱり野党が与党を追及するっていう政府批判を始めるっていう、はいはいはい、うん、だから今回の件も、うん、なんか政府与党に問題があるんじゃないかというのを共に民主党なんかがやってたりしますね、うん、
はい、なるほど。なので、まあ、責任のなすりつけ合いというか、はい、まあ、今ちょっと警察が、うん、多分その上位に来るんでしょうけども、はい、まあ、セボル号ですよ。セボル号の事件があって、はい、まあ、責任をパククネが追及されて、韓国民がろうそくを持ち出したと、はい、であれでデモ活動をやりまくって、はい、最終的にはパククネを潰したと、はい、もうデモ始まってるみたいですよ。あ、本当ですか。はい、もうあの今の政権はダメだっていうことでデモが始まってるという、うんうん、でしかもパククネの時よりも今回の政権の方が選挙での比率がもうあの数パーセントだったでしょ、はい、あのギリギリの勝利、ギリギリの勝利だったから、ね、はい、だからもともと弱いんですよね、うん、でそれにまあ今回も違法建築とかもあったりとか、ね、まあ、行政の不作為もあるしっていうことで、うん、まあ、ちょっと今回の大統領は気の毒だと思いますけどね。そうですね、うん、いや別にあの人がそうだ就任したばっかりだし、あの人が何かやったのかって言ったら別に何もやってないわけですよ。そうそうそう、まあ、何もやってないってことがまた批判されるポイントではあるとは思うんですけど、うん、まあね、いやしかもその行政が悪いって言ったら、うん、これまで政権握ってたら共に民主党だって、はい、それ批判の組織は免れないわけですよね。そう違法建築は多いっていうのはね、うん、やっぱそれはあるんですよね。そうですよね、はい、しかもそれがいやなんか韓国今回もう首都圏で起こってるわけじゃないですか、うん、ああいう事件が、はい、だって100人以上死ぬような事件って、うん、ちょっとやっぱり異常だと思いますし、はい、まあ、なんとか再発防止、うん、といってもまあセウォル号の件だったりとか、うん、韓国ってちょいちょい100人以上亡くなる大事件起きるんですよね、はい、うん、数年に1回とか、うん、10年に1回とか、はいはいはい、なんか昔あの百貨店がそのまま崩落したみたいな、うん、それで500人ぐらい亡くなっちゃったみたいな事件もありましたけれども、うん、はいはい、あ、そうそう、あれも90年代あれだって90年代半ばとか、ね、あれも3階建ての建築の予定が、うん、やっぱもっといけるんじゃないってことで5階建てぐらいにしちゃったんですよね、うん、あの普通ありえないでしょ、百貨店は、はい、2階建てぐらい増やしちゃったんですよね、うん、もっといけるだろうって言ってそれで、まあ、違法建築っていうね、いや、けんちゃなようでは済まされないですよね、はい、そうですね、実際亡くなる人が、はい、まあ、相当数いましたし、はい、まあ、今回のイテウォンの件では日本人も2名、しかも10代、うん、20代っていう大変若い方が、もうあの悲劇があった時に、うん、僕、あ、これ日本人って今その韓流追いかけてる女性ってすごいいるから、うん、はい、もう10人ぐらいはもしかして巻き込まれてるんじゃないかなと思ったんだけど、うん、まあ、2名だったんで、うん、まあ、思ったより少なかったなっていう点は、うん、まあ、良かったと言ったらいいのかわからないですけど、うん、もっといるかと思いましたね、まあ、日本人だけじゃなくて、はい、結構各国の人が亡くなってますからね、今回の件では。そう、いやだからまあ大惨事だし、うん、日本人も2名亡くなり、はい、いやここでやっぱりその韓国のドラマが好きだとか、うん、アイドルが好きだっていうのは別にいいんですけども、うん、韓国っていう国についてもちょっと考えていただきたいなと思って。そうですね、あの、うん、インフラとかそういう警察とかの不作為と、まあ、あと自分たちに責任がないみたいなこと最初警察言ってましたしね、はい、はい、もうそうだからもう主催者いないんでみたいな、そう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 、それもちょっと分かんないですねみたいな感じだと、はい、それはやっぱり批判も来るわなという感じですし、うん、はい、あのまあドラマとか、うん、まあ音楽というか、うん、あの K-POP とかが素晴らしいにしても、はい、うん、そのやっぱ国柄についてはもうよくよく検討してですね、うん、あの韓国は見ていかなければ、こういうのがあるよということでね、うん、はい、そうですね、うん、だからあれはやっぱ綺麗な部分ですからね、そうですね、綺麗な部分とやっぱ汚い部分ってちょっと違う部分が、はい、そう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 、はい、しっかり、ま、行くと、まあでもそれでも行ってみれば分かりますねあ、行くと危ないよって言いながら、はい、その逆もあるんだけど、そうですね、行くと韓国って日本と違うなっていうのはすごく、そうですね、分かりますね。もう我々言ったのも3、はい、約3年ぐらい前ですね、前ですけど、はい、いや僕いいなって思うところも結構あってですね、はい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 、あの最初のタクシーの、あの運転手さんとか、はいはいはい、もう日本語ペラペラで、日本語ペラペラで、はい、日本人に優しい、そう、うん、おせっかいすぎるぐらいの、そうそうそう、はい、はい、だからそれちょっと仕事的な意味もありますけどねあの電話してくるんで空港まで乗せてきますよとか、そうそう、帰りも乗せていきますよって言ってくるから、はい、もう最後、うん、帰りの日その人に頼むしかなくなっちゃったんだよね、うん、でもう空港まで送りますみたいな感じで、そう、ウリウリさん説があったやつですけどねまああとあの、はい、コピー商品こんな堂々と売ってるんだなっていうのに僕はびっくりしましたね、はい、割とその路面店とか、そう、あとそのなんか商業施設の地下にコピー品ばっかり売ってるところあるんですよね、はい、まだ先進国になったんじゃないのって思うんだけど、うん、モンクレーとか、はい、ノースフェイスとかの、そうそう、モメバーみたいなやつとかパチモがいっぱいあるんだよ。そうですね、昔の大泉洋さんとかも買ってましたけど、はい、うん、はい、水曜どうでしょうの時に、はい、買ってましたけどびっくりしましたね、うん、未だにこの2010年代後半にもあれ売ってたので、はい、うん、まあ、今どうなんでしょうね、 3年じゃ変わらないか、はい、はい、まあ、韓国もね、うん、今先進国だっていうならあの辺はもうちょっと整理した方がいいんじゃないかなと
思いますね。でですね、今回の事故に関連して、はい、まだ大丈夫、群衆心理の危険性、雑踏で事故が起きるメカニズムと、はい、これ毎日新聞が、報じていまして、都市防災の専門家で東大大学院の広井優教授によると、群衆事故には2種類あるという、人の流れがある1平方メートルあたり3から5人の空間で、誰かが前に移動しようとしたりつまずいたりして人々が前方方向に倒れ込むケースと、1平方メートルあたり10から12人の高密度の空間で圧迫により気絶したり倒れたりした人を起点に円形や楕円形に人が倒れ込む群衆雪崩があると、はい、まあ、今回のケースでいうと、まあ、群衆雪崩なんじゃないかなということが書かれてますけどね、はい、また群衆事故が発生する要因は3つあるという。1つはハード面、今回事故が起きた場所は幅が狭く、前の状況がわからないまま人が次々と流れ込んだ可能性がある。2つ目は警備体制などソフト面、3つ目は人々がパニック状態に陥るなど心理面の問題だ。広井教授はハード面、ソフト面、心理面のどれか、もしくは複数の機能不全が起きると群衆事故は起きやすくなると指摘すると、中でも心理面は対応が難しく、密集すると興奮しやすいが落ち着くことが重要、危険な空間にあれだけの人は呼ばない、自分も行かないというのが一番だ、人が集まるということはリスクであることは知っておくべきだと話すということですね、はい、うん、まあ、やっぱり今コロナの規制が緩和されて、うん、みんな集まりたい時期ではあるのは十分理解できるんですよ、はい、うん、いやこれまで相当制限されてたの で、ね、今年のハロウィンぐらいはみんなで集まって楽しもうよっていうのは、はい、まあ、これ人間 の、はい、あのなんか率直な感覚だと思うん で、うん、それは全然否定できないと思うんですけど、はい、ただ集まりすぎちゃったなっていう、うん、今回のケースはそうですね、うん、ややこしいことにあの警官の格好のやつもいっぱいいたらしいんですよ、あコスプレ で、はい、でそれがまたねややこしかったっていう話です、ね、そう、あとその、はい、狭い道だったので、うん、はい、で人いっぱいいるから、うん、救急車もなかなか駆けつけられなかったというのも問題点としては指摘されていますよね、うん、はいはいはい、で今和田さんが言ったあの、うん、警察官のコスプレのやつがいるから、はい、本物なのかどうなのか分からなくて、なんかいまいち対応も、はい、優先的にできなかったというのがあったりしますけど、ね、はい、イメージ的には竹下通りの狭いやつ で、うん、で途中にこう路地がない感じですよね、はい、うん、イメージ的にはね、あの途中竹下通りとか抜けられるとこあるんだけど、あ、はい、そんな感じなのかな、原宿の。そうですね、うん、まあ、イテウォンクラスでしたっけ、はい、あのネットフリックスで非常にフィットしたドラマがありますので、まあ、それを見て、しかもなんかハロウィンのなんか登場した店があるらしいんですよね、はい、イテウォンに。あ、なるほど、はいはいはい、だからそこにみんなこう目指して行ってたんじゃないかなというのも予想されますし、はい、いやでも悲劇的ですよ ね、 そうですね、来年からはどうなるのか、うん、まあ、今年こういうことがあったので、はい、まあ、来年は多分韓国政府警察がもうかなりの警備体制を敷いて、まあ、そうですね、うん、一方通行にしないとっていうことで、まあ、渋谷もそもそもあれやばいっていうことになって、うん、さらに韓国の事件があったんでね。そうですね、はい、渋谷、いや個人的に理解できないのは、うん、あの事件があって、うん、よく渋谷行くなって思ったスペイン坂とかもっとやばいですからね、渋谷の、うん、あの角度的にね、そう、うん、いや僕なんかやっぱちょっと陰キャなので、はい、ああいうとこ、まあ、なんていうかな、うん、行かないんですけどよく行くなって思った。逆に少ねえんじゃねえかっつって行くやつじゃないああいうことあったから逆に少ねえんじゃねえか、いやちょっとね、うん、ちょっと信じられない心理では、あとそう自分だけは助かるって思って行くやつ多いんですよ、うん、そう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 なんですよ、俺だけは安全だと思って、うん、ほら台風の日に田んぼ見に行くやつ、はい、あれも大体俺だけは大丈夫と思って流されるっていうね根拠ないんですけどね、はい、そうそう根拠ないけど俺だけは泳げるし大丈夫だと思って、うん、そんな泳げるような濁流だからね濁流でダメなんですよ、ね、泳げたところで、はい、危ないですよね、はいはい、うん、まあ、皆さんはね、はい、あの十分気をつけていただきたいなと、はい、まあ、日本でもこういう、うん、その群衆の事故っていうのは起きていまして、うん、まあ、あの2001年の、まあ、今回の件でさらにピックアップされてるんですけど、うん、2001年の兵庫県明石市の花火大会の、はい、時の歩道橋でですね、はい、見物客11人が死亡した事故がありました、はい、うん、歩道橋の金属製手すりが変形して、うん、1人当たり200キロ近く圧力がかかったと推定され、怖いね、立ったままで気絶してしまう人も、うん、出るほどだったということですし、うん、これやっぱりそのよりピンチになるのは、うん、身長の低い方とかやっぱ子供とか、はい、まあ、女性子供ですよね、女性とかね、うん、やっぱあの肺が潰されるみたいな圧力でね、うんうん、ですか、日本って山手線乗ってる人はだいぶ鍛えられてると思うんですけどね、東横線、朝の東横線とかね、はい、もう足が立ってられない
時あるよね。浮いてるみたいな。もう浮いてるっていうか、もう任せるしかねえみたいな。うん、最初こう頑張って、はい、足で踏ん張ってんだけど、うん、これ意味ねえなって思ってふわふわふわって流れに身を任せて、流れに身を任せて、もう倒れないっていうね。いや怖いっすね。ちゃんともういっぱい乗ってるから、うん、あれ完璧に詰めてすごいよね。いや怖い、はい、だけどあれでも大丈夫なんだけど、あれ以上ってことだもんね、うん、そうですね、うん、それより圧迫されて、うん、だってそれこそ死んじゃうぐらいですから。まあね、うん、あの出入り口のところのあの棒があるじゃない、あそこにもうリュックとか押さえて、はい、もうそれ以上やられると痛いとかいうやつがたまにいるよね。あ痛い痛いもう本当もうすごいんで、まあ、後ろのやつも別に押してるわけじゃないんだけど、押してるわけじゃないんだけどでも本当にあこいつ痛いんだろうなって痛いそうあれ押しつぶされてんなっていうのはねあるよね。だから乗せちゃいけないよね電車も。そうですね、ある程度とこまで行ったら。でも結局、はい、まあ、今回の件もそうだし、うん、その電車とかでも、はい、やっぱ早く行きたいっていうのがあるわけですよ。そうですね、うん、はい、早く前に進みたい、この電車に乗りたいっていう心理があるから、うん、みんなこう無茶な体勢でも乗っちゃって、うん、そう、でそれでまあ圧迫して今回は死者も出てしまったと、そうそうそう、怪我人も出てしまったということなので、うん、余裕を持ちたいですよね。余裕持ちたい、もうちょっと本当に、うん、まあ、余裕持つならそもそも行くなよっていう、うん、そうですね、ことではあるんですけど、はい、こんなどうせね人集まるんだろうという予測が立つのであれば、うん、はい、まあ、やってしまったなということですね。まあ、この件はまだまだ、うん、捜査続くでしょうから、はい、まあ、その動向を見守りたいなということですね、うん、はい。